ピーコのチャンネル。うまっ、ね、唐津市のレモンジュさんにやってました。こちらのレモンジュさんではなんと容器まで食べられるカレーがあるみたい。謎。お米も入ってるんですか中に。お皿ですから、ポン。こう、いただきます。蓋がついてる。うん。蓋まで食べられるって。スススッとフォークが入ってしまいます。こりゃうまそうだ。熱いかな。すごいね。すごいね。あ、これでしょうね。うん、すごい。ぎっしり入ってる。うん。うまっ。なんか食べる場所食べる場所で、ね、楽しみがあるよ、うん。下のパンがさ、すごい薄い生地でさ、うん、見事に包んでんだよね。見事。カバ太郎さんというお店に呼ぶ子イカを食べに行こうと思います。現在時刻がですね3時13分、3時間30分待ちですね。はい、そうですよ、お昼で。生地作りだってよ、食べたことないよね。ちょっと塩をつけて。うまい。鮮度が違うわ。うーん、イカ君がこんな感じになりました。ごま塩だって。ごま塩、珍しいね。うん、いただきます。はい。うまくないわけないよ。すごい濃厚でこってりなんだけども結構甘め。うん、これは並んでくる意味がわかる。1店舗目訪れましたのは巻き座ラーメンさん。佐賀県佐賀市にあります、51号線沿いの店舗ですね。豚骨なんだけども、かくはんしてるかな、とろみがすごい効いてるんだよね。徳島で学んだ生卵。
り。めちゃくちゃ温度高いね。ポタージュだ本当に。うまいわ。2店舗目を訪れましたのは佐賀市の大和町にある、こちらも地元民から聞いたとんちゃんラーメン。訪れましたのは高陽閣さん。11時からオープンしてもうすでに並びが6組7組ぐらいできているような状況です、うん、ここで油膜が張るぐらいの油が特徴なんだって。濃厚、絶対もう飲まずとも分かるわ。すっごい濃いねこれ。佐賀市の柳町にある旧古賀銀行の建物をそのまま利用したロマン座さんにやってきました。ここではちょっと一風変わったシシリアンライスが食べられるということで、今から40年ぐらい前にすぐその辺の喫茶店で生まれた料理なんですよ。ああそうなんですか。まかない食で、ほう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 、ご飯と肉と野菜が一緒に取れるっていうことで。なるほどなるほど。丼で最初自分たちで食べてたの。お客さんに出せるようなもんじゃなかったんですね。じゃあそれをたまたまお客さんに出したら、うん、美味しいって言って、それで、うん、鳥肌立った。いや、ほんあるよね。そんだよ、それ、それなんですよ。シシリアンライスとは佐賀市のご当地グルメで、ご飯の上に甘辛いタレで炒めた薄切りの肉と玉ねぎ、その上にレタス、トマトなどの生野菜を乗せてマヨネーズを網焼きにしたご当地グルメ。一般的には細切りにした肉が乗るらしいんですけども、こちらのお店はローストビーフ。崩します。めっちゃしっかり米詰まってるよ。すごい
いね。すごいすごい。いただきます。幸せ。お米がね、あったかくて、その上に乗ってるローストビーフと野菜が冷たくて、これはまた絶妙。どうですか？うまいよね。結構サラダ感覚で。牛丼なのに卵入り、最高。蕎麦の風味がしっかり出てて、うまい。冷たいからしっかり歯ごたえもあるし、ぴったり暑い季節に。小豆腐、これ地元の豆腐なのかな、なのかな。かなり粘着性あって粘度が高くて、高野豆腐みたいな感じだね。高野豆腐、うん、違う、高野豆腐って違ったね。違ったっけ。いえいえ、ごま豆腐だね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。佐賀県の旅が終了。うまいものをたくさん出会いました。次回ピーコボチャンネル長崎県に突入、お楽しみに。 YouTube を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram 気になる商品はぜひ概要欄から。 My Way 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 Way